たらこの時間に来たら続けてきたバンドで、なんか結構4人とも性格がバラバラだからいろいろすれ違いもあったけど、でもその分すごい楽しいこともあって、1年生の時はすごい自分たちのバンドのことしか考えてなくて、でハングっていうバンドがいて、でやっぱりどっちも4人でなんかすごいライバル視してたし、すごい頑張ってて、でもなんかハングがいたから今こうやってずっとやってれたなと思うし、あとは他の慶応のみんなもどんどん辞めてく中で10人だけ残って、すごいみんなのこと大好きになったし、なんだろう、本当に慶応部に入ってよかったと思いました。そして3人に出会えたことをすごく感謝してます。それでは最後元気よく来たいと思います。皆さんもうちょっと前に来てください。でサビの部分で掛け声があるので一緒に掛け声をやってください。とおおおおってやるんで一緒におおおおって言ってください。それでは行きます。
覚めてくその前に不思議な歌を思い出して、瑠璃色の夕景を目の終わりが近づいて儚く消えてゆく。あなたと行く歩道を